白芸はアメリカの小説家ハーマン・メルビルの長編小説。本作は実際に捕鯨船に乗船して捕鯨に従事したメルビルの体験をもとに創作され、1851年に発表された。アメリカ文学を代表する名作、世界の十大小説の一つとも称される。たびたび映画化されている。現代は初版の英国版がザホエール。 米国版が、モービー・ディックは、ザ・ホエールであるが、その後、モービー・ディックは、ザ・ホワイト・ホエールとする普及版が、多く刊行されており、日本では、白芸の台が定着している。本作品は、沈没した飛雲の捕鯨船でただ一人だけ生き残った、乗組員が書き残した、白いマッコウクジラ、モビー・ディックをめぐる、数奇な体験式の形式をとる。本作品は大長編である上に、 難解かつ、全体の雰囲気が暗鬱で、読み通すことが難しいことでも名高い。クジラに関する当時の知識の呪述や、当時の捕鯨技術の描写など、ストーリー以外の打線が多く、またイ・しメールや A ハブなど人名が、旧約聖書から象徴的に引用されていることなどが、名前が知られているほど愛読されていない理由の一つで、ある。白鯨現象のイラスト。 オーガスタ・スバーナムしてアメリカの捕鯨船団が世界の海洋に進出し、盛んに捕鯨を行っていた19世紀後半、当時の大捕鯨基地、アメリカ東部のナンタケットにやってきた語り手の石メールは、港の木賃宿で同宿した南太平洋出身の巨漢の森内クイークエグと出会い、共に捕鯨船ピーコード号に乗り込んだ。出航の後甲板に現れた船長のエハブは、 かつてモビーディックとあだなされる白いマッコウクジラに片足を食いちぎられ、芸骨性製の義足を装着していた。片足を奪った白ゲーに対するエーハブ船長の復讐心は、モビーディックを悪魔の化身とみなし、報復に執念を燃やす狂気と化していた。エーハブ船長をいめる冷静な一投公開始、スターバック、常にパイプを離さない大きな二刀稿開師のスタップ、 高級船員の末席で真面目な三を公開し、フラスク、森内の黒人ラグルーやクイークウェグ、インディアンのタシティゴなど、多様な人種の乗組員に、A ハブの狂気が伝染し、白ゲに報復を誓う。数年にわたる捜索の末、P コード号は、日本の沖の太平洋で、モビーディックを発見、追跡する。白ゲとの末に A ハブは海底に引きずり込まれ、損傷した。 ピーコード号も沈没する。イシュメールの実が生き残り、カンオケを改造した救命部位にすがって、漂流の末、他の捕鯨船に救い上げられる。蒸気以外にも、トムとジェリーに、白いクジラのエピソードがあるほか、舞台を中世ファンタジー世界に置き換えたアメリカ映画、エイジ・オブ・ザ・ドラゴンがある。本作には、聖書のエピソードが数々登場し、エイハブとイシュメールの名も、旧約聖書の登場人物。 イスラエル王アハブ、そしてアブラハムの諸子イシュマイルにちなむ。作中、船が目指す海域として、ジャパニーズシー、コースト・オブ・ジャパンという表記が扱われるが、これは日本海や日本近海という意味ではなく、太平洋でマッコウクジラが多く生息するハワイ、小笠原諸島、釧路を結んだ三角形の海域、ジャパングラウンドを指す、当時の捕鯨関係者による故障である。 また補給の問題に関連して日本の鎖国について研究されている。海図を確認する場面でニーポンの表記が登場しており、当時はこの表記も使われていたことが確認できる。実際にピーコード号のモデルとなった19世紀の捕鯨船2ブラザーズ号はハワイの近海で発見された。2008年から行われたノアの調査により、2011年に 発見された残骸は、ハワイのホノルルから約1000キロの浅瀬にあり、船の作具、怒りに木や取ったクジラの油を溶かす、器具3点のほか調理器具が含まれている。コーヒーチェーン店、スターバックスの名前は、本作の一等公開誌スターバックに由来する。スターバックは、当時のナンタケット島でよく見られたせいで、クジラ鳥のスターバックは言うなればパン屋のベーカー氏、といったニュアンスである。 なお135章からなる作品中に、コーヒーという単語がスターバックと共に登場するのはただ一箇所で、油を切らして無心に来た捕鯨船の船長が手にしていた油差しをコーヒーポットと誤認する場面である。スターバックとコーヒーに特段の関連はない。モービーディックアメリカ版初刊役版は、安倍友二役で、1941年に第一部が、 1949年に、再版と続編が出版、後旧岩波文庫版や各社、世界文学全集で刊行。1950年代に、富田明役、宮西豊一役、田中誠二郎役も出版。現行の文庫版は、開版と新役版が出ている。ありがとうございます。